はい、どうも石原です。今回の動画のラインナップはこちらです。 iPhone SE プラス2021年後半発売かという話題になります。昨日の動画でも iPhone SE 第3世代なのか iPhone SE プラスなのか、それとも発売が4月なのか、そしてスペックとかデザインなんかのコンセプトのリーク画像をねお届けしました。今日は昨日お伝えしたリーク情報と並行しながら、違う点とかね、同じ点なんかも皆さんに解説できたらと思います。はい、そしてこのチャンネルでは最新の iPhone の情報や Apple に関するリーク情報などを毎日投稿しておりますので、ぜひチャンネル登録していただいて、毎日もしくは定期的な情報収集にお使いください。はい、では本題です。iPhone SE プラス2021年発売かという話題になっております。過去にもいくつかお届けはしてるんですが、 iPhone SE 第3世代なのか、それとも iPhone SE プラスなのかというね、名前でちょっと海外メディアの、各メディアごとに多少表現の仕方が違ったりするんですが、現時点では iPhone SE 第2世代として2020年に登場したことも、そういう経緯もあるので、iPhone SE 第3世代というネーミングが有力かなという状況になっていますが、もちろん iPhone SE プラスという形で iPhone SE 第2世代よりもディスプレイサイズが大きくなったモデルであるという位置付けで iPhone SE プラスも可能性としてはまだ残っているという段階になると思います。これは海外メディアであるGiz Chinaが iPhone SE プラスは 6.1 インチの液晶ディスプレイと光学式手ブレ補正器を採用した1200万画素カメラを搭載して2021年下半期7月から12月に発表されると報じました。こちらのリーク情報も先日の iPhone SE 第3世代のスペックの中身と同様にタッチ ID を搭載すると報じておりまして、その電源部分ですね、こちらの電源部分にタッチ ID が搭載されるのではないかと予測しています。昨日の iPhone SE 第3世代のデザインのリーク、コンセプト画像では 5.4 インチサイズのディスプレイで、有機 EL 液晶ディスプレイを搭載するのではないかという予測だったんですが、今回のGiz Chinaの報道によりますと iPhone SE プラスは iPhone XR の筐体を流用して、開発されるとの噂があるとしております。以前より iPhone XR の筐体を使った iPhone SE 第3世代と言われておりました。なぜかというと iPhone SE 第2世代がiPhone 8 の筐体を使ったことからその流れを受けている。さらにまた過去を振り返ると iPhone SE が iPhone 5 の筐体を有用というか廉価版として発売されたので、少し型落ちというか古いモデルの筐体を再リサ、リユースして新しいエントリー価格、廉価版の手の出しやすい低価格モデルとして iPhone を発売するという、iPhone SE シリーズという位置づけがありますので、iPhone SE 第3世代は 5.4 インチならば iPhone 12 mini の筐体を流用するのかしないのかみたいなことも YouTube のコメント欄でも皆さんから情報いただいてるんですが、やはりそれはなかなかまだ厳しいかなというところはあります。なので iPhone XR の筐体を流用して iPhone SE 第3世代もしくは iPhone SE プラスとなるのではないかと報じております。でその一部の 5.4 インチのディスプレイを搭載した iPhone SE 第3世代なのか 6.1 インチのディスプレイサイズの iPhone SE プラスなのかとちょっと混在してるんですが、いくつかの共通点はもちろんあります。で今回報じられた iPhone SE 第3世代の予想リークスペックをご紹介したいと思います。 iPhone SE プラスはディスプレイサイズが 6.1 インチの液晶ディスプレイになっております。でチップがこちらは以前から伝えている A14 バイオニックが搭載されると言われております。そしてカメラも同じように1200万画素12メガピクセルのシングルカメラと言われています。そしてポートレートモードやスマート HDR、 そして IP67 の、防水機能、さらにはカラーがブラック、レッド、ホワイトの3つの、ラインナップとなっていまして、これはですね iPhone SE 第2世代の時もホワイト、レッド、ブラックとありましたので、このカラーラインナップは継承されつつ、発売されるのではないかというリーク情報になります。そして、
セキュリティがタッチ ID となっております。そして価格の方がですね、予想価格が出ておりまして、499ドルから589ドルぐらいになるのではないかという予測になっております。まあ、実際に iPhone SE 第3世代の発売が4月というリーク情報を以前お伝えしました。で、今回の最新のリーク情報としては2021年下半期ということで、7月か12月の間に発表されるのではないかと予測されているんですが、この時期はですね、 iPhone13 もしくは iPhone12S 新型といわれる iPhone の発売時期でもありますので、もしかすると iPhone XR や iPhone XS といったものが発売されたように、廉価版の iPhone という位置づけで iPhone SE プラスもしくは iPhone SE 第3世代が発表されて、まあ新型として iPhone13 か、まあ、12S がもしかすると発表される可能性ももちろんあります。ただ iPhone SE の例年通りの発売時期に関してはやはり春頃になってますので、この中国メディアが報じた、まあ、ギズチャイナが報じた下半期というのは少しね、現実的ではない可能性もあるんですが、なんとアップルの著名なリーカーでありますジョン・プロッサー氏や各アナリストも2021年の末頃になるという予測もありますので、もしかすると iPhone SE 第3世代もしくは iPhone SE プラスが下半期に発売される可能性だってもちろんあります。でコロナ禍ということにもなりますので、まあ、去年から、販売スケジュールを計画していたんですが、少し遅れが生じて2021年の後半になる可能性だってまだね、可能性としては拭えないんですが、現時点で iPhone SE 第3世代のスペックとしては 6.1 インチか 5.4 インチかっていうディスプレイサイズの違いはあるんですが、それ以外のスペックについては A14 バイオニックであったり、シングルカメラであったり、まあカラバリなんかがホワイト、ブラック、レッドなんかで言うと、ディスプレイサイズ以外はほぼほぼ、まあ各メディア、各リーカーが予想するようなリークが出ておりますので、そこだけはね、可能性が一番高いかと思いますので、まあ4月なのか、それとも下半期なのかというところ、もしくは2022年以降になるのかという、いろんな発売状況があるんですが、一つだけ確かなことと言いましょうか、僕なりにいろんなね、情報をリサーチしてきて、僕なりの結論なんですが、iPhone SE、第3世代 iPhone SE プラスは、これはね、発売されると思います。それが、まあ今年なのか来年なのかはさておき、 iPhone SE 第3世代は今後発売される可能性は非常に高いと思います。また僕の YouTube チャンネルのコメントにもですね、iPhone SE の精度のこだわりなんかもあるので、昨日お伝えしたノッチがなくなることは iPhone SE 第3世代はないのかなというコメントもあったり、あとね、 iPhone XR の筐体を使うのじゃないかということもあったりしています。で、昨日お伝えしたデザインとスペックのリークなんですけど、もはや新作と言っていいレベルのリユースではないかというねコメントもあって、もうまさしくそうだと思います。もう新型 iPhone と言っても過言ではないスペックが昨日のこちらの動画でねお伝えしたんですけど、今回の動画はあくまでも今回というかこの動画の中でお伝えした iPhone SE 第3世代のリーク情報はあくまでも iPhone XR の筐体を流用した形になってますので、こっちの方がね、割と現実的な iPhone SE 第3世代もしくは SE プラスになるのではないかと思います。今後もですね、 iPhone SE 第3世代 SE プラス、さらには iPad Pro なんかも3月に発売する、あとね、具体的なApple イベントの開催日なんかも出てきていますので、そちらもね、今からちょっとリサーチして、また皆さんに明日の動画でお伝えしていこうかと思っております。はい、ということで今後もこのチャンネルでは最新の iPhone の情報や Apple に関するリーク情報や噂とか予想も含めて毎日動画投稿しております。皆さんとね、毎日情報共有したいと思いますので、ぜひチャンネル登録していただいて、定期的な情報収集にお使いください。はい、ではまた明日の動画で。